今からご覧いただきます動画は7月11日木曜日の夜撮影したものです。本日7月12日金曜日の午前、片山副知事の辞任記者会見がありました。また午後には斉藤知事によります会見もありまして、私たちはもしや知事が辞任をされるのかというような憶測も走ったわけですが、知事は引き続き知事の任を全うするということでございました。なお、この片山副知事の辞任記者会見、さまざまな論評があるところですが、今日この動画では私は論評を差し控えさせていただきます。ただこの事態を受けて百条委員会が止まるなどということは一切ございません。11日に撮影した動画を公開して問題ないと判断いたしましたので、これから公開をさせていただきます。どうぞご覧ください。皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬武史です。今日はたくさんいただいております皆様方のコメントにお答えをする会にしたいと思いまして、動画を撮らせていただいております。もう私が言うまでもありませんが、元西播磨県民局長がご逝去されまして、非常に大きな衝撃もあり、ここしばらくちょっとその皆様へのお返事も、できず、この動画もしばらく、お伝えをすることができておりませんでした。多くの方にですねご心配もおかけしましたので、深くお詫びを申し上げるところでございます。私が渡瀬さんが亡くなったっていう話を聞いたのは7月の8日月曜日のお昼でした。ある人から電話がかかってきて、もう青天の霹靂で本当にびっくりしました。なぜそんなことがというふうにもう本当に思ったんです。で、私自身の動揺も収まらないし、まあ流言飛語も含めてさまざまな情報が飛び交う中で、これはですね、私自身がどの情報が本当なのかということをしっかりと見極めない限り今は発言できないなと思っておったんです。で、まあ、今日時点でもですね、全てが明らかになっているわけではないんですけれども、まあその、まあ、ことがことであるだけにね、言葉は選ばないとダメだけども、今日今時点で私がお話しできることは今日お話をさせていただこうと思っております。だけど本当に私、渡瀬さんもう気の毒でなりません。私は建設常任委員会の時に西播磨県民局で渡瀬さんのご説明をいただきました。今でもはっきり覚えてます。こんなことになると思ってなかったんで普通に聞き流していましたけれども、あの時にもっと渡瀬さんに近く接したらよかったのになと、もう悔やんでも悔やんでも悔やみきれない思いです。私が言うと安っぽく聞こえるかもしれませんけれども、本当に心からお悔やみを申し上げております。どうか高いところから見守っていただきたいというのが今の正直な気持ちです。たくさんコメントいただいてるんです。もう全部読む時間もございませんので、代表的なものを一つね、読んでみます。こういうコメントいただいております。対応できないまま核心に触れることもできず、証人が命を絶ってしまいました。彼の無念の思いを委員それぞれが重く受け止めて、実りのある委員会にしていただくことを願わずにいられません。二人もの人命が失われた以上、清掃レベルは超えてます。真実を必ずや究明し、相応の措置と名誉回復がなされることを強く希望します。不当な圧力もあると思いますが、頑張ってほしい、応援します。ありがとうございます。まあ、このようなコメントをたくさんいただいておりますが、まず今回のこの、渡瀬さんの、ご逝去ということも含めた上で、今私が注目していることをまず述べます。
私の注目点は、渡瀬さんがお亡くなりになったことが分かって、私がそのちょうどその電話をいただいた7月8日月曜日の翌日の火曜日、7月の9日、知事は外出先から帰ってきたところを、マスコミの囲み取材を受けておられます。そして翌7月10日には定例記者会見がありました。ここでは渡瀬さんに対して、知事はですね、明確な弔意を示しておられるんですね。一方、この先ほどのコメントの中にもありましたけども、もう一人、命を絶たれた方がいらっしゃって、今日はこの方は仮に A さんとしておきます。 3月にですね、この A さん自死をされているんですけども、 A さんは当時県民生活部長の下で、この今まさに問題となっている文書問題の中で指摘されている7項目の中の一つに明確に言及されている業務に携わっていた人で、幹部の職員の方です。この方は亡くなって相当な期間が経って、今からちょうど一月ほど前ですから、6月の初旬から中旬にかけて複数回定例記者会見でマスコミの質問を受けてるんです。記者さんからは、亡くなったんですから弔意を示すとかってことはできないんでしょうかという、質問に対して、知事は、その業務を全うしてくれたということについて心から感謝をしています。感謝は述べるんだけれども弔意は述べないんですね。で、お悔やみの言葉とかないんですかというふうに聞かれると、個人情報などの問題もあり、ここは少し、もう少し考えなければいけないと思いますというような、あやふやな、答えしか返ってこない。一体この違いは何なのかというのが私の大きな疑問なんです。ちょっと論点を整理してみます。渡瀬さんと A さんのこの今の状況の違いということについては、渡瀬さんについては現時点で、ご家族は、知事をはじめ県当局との接触、これは弔問とかお悔やみも含めてですね、接触を、拒否をされておられるということです。一方 A さんについては、これも私たちが伝え聞く範囲の話ですが、遺書の中で、感謝の県に対する感謝の気持ちも述べられているということですから、 A さんについてはむしろもっと早く弔意を示すことができたんじゃないのと僕は思うんですね。それが現時点でもまだされていないということなんです。で、マスコミの人にもちょっと話を聞いてみました。マスコミの人たちの見立てとしては、それは法務対策だろうというふうに言っておられます。法務対策というのは、公務災害認定などを求めて、申請をしたり、あるいは労災の認定を求めて申請をしたりという今後の係争を予想してですね、県があるいは知事が不利な立場に陥らないために慎重に言葉を選んでいるんだろうというのがマスコミの見立てなんです。ただ私はもっと深い意味があるのではないかなと思ってます。これは、この A さんに関わる部分のみならず、知事の周辺にいる人たちによって、時に、圧力的に、これは言ったらいけないとかいう形で、さまざまなですね、指示が出ていたはずなんですね。で、それはこの文書問題の根幹に関わる問題でして、この A さんと渡瀬さんの違いという部分についてももっといろんな事実が明らかになることによって、今見えてる景色とは全く違う景色が見えてくるんだろうなと私は思ってるんです。今般、渡瀬さんのご逝去ということに、際してですね、この際、百条委員会というのは職員の皆様方に大変なご負担をおかけするので、一旦やめてしまった方がいいんじゃないか、百条委員会やめるべし
あるいは百条委員会は一旦とどまって、県が今進めている第三者委員会の結果を待ってから百条委員会をするために休止をするべきだという意見も少数ながらこの県議会では出てるんです。しかし私たち自民党はやはりもうここへ来てやるべきことはやる。これは私は直接、今自民党の幹事長をしておられます、北野稔幹事長から直接聞きました。やることはやるんだと、とかく政局に結びつけて誰が鈴をつけに行くんだみたいなことがまあもう飛び交ってますが、そうじゃない。こういう真実を可能な限り明らかにしていくこと、これは奥谷委員長も言っておられましたけれども、確かに大きな痛手ではあるけれども、いろいろ知ってる人はこの町内にたくさんいるわけだから、そういう人々にちゃんと証言をしていただいて、安心して証言できる仕組みもちゃんと作った上でこの闇を明らかにしていく。それができずにですね、その清掃とかまあそういうことに明け暮れて何も分かりませんでしたってことになったら、今度は私も含めた私たち議員がですね、責任を問われるんです。私たちはもう引くに引けないところでもうやるべきはやる、自民党はやるべきはやる、これだけは間違いなくやりますので、これから7月19日に予定されているこの第3回百条委員会がどのようになるかまだ分かりませんけれども、できる限りの力を尽くして県民の皆様にもう真実を明らかにする、この一点に集中して頑張っていきたいと思います。皆様のご意見もお待ちしております。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。